クリスティン・マーガレット・シンクレアは、カナダの女子サッカー選手で、サッカーカナダ女子代表のキャプテンを務めた選手。カナダ勲章のオフィサー位受賞者。ポジションはフォワード、または攻撃的ミッドフィールダー。彼女は、ナショナルウィメンズ・サッカーリーグのポートランド・ソーンズ、FC でプロ選手として活躍しており、以前はアメリカ女子。 プロサッカーの FC ゴールドプライドとウエスタンニューヨークフラッシュでプレーしていた。オリンピック大会ではサッカーカナダ女子代表を2度の銅メダルに導いたほか、カナダサッカーの年間最優秀選手賞を14度受賞。シンクレアはカナダ代表史上1位の得点王であり、国際大会185ゴールは男女を通じた生涯得点記録の世界記録である。 また現在、代表出場288試合という、国際試合経験が、最多の現役女子サッカー選手である。彼女はまた、マルタに次いで5大会のワールドカップで得点を決めた2人目の選手である。カナダ女子代表チームで15年以上プレーしてきたシンクレアは、フィファ女子ワールドカップ5大会とオリンピック女子サッカー3大会でプレーした。 最最優秀選選手賞の最終候補に7回、出されている。シンクレアは FC ゴールドプライドで2010年の WPS 優勝、ウエスタンニューヨークフラッシュで2011年の WPS 優勝、ポートランドソーンズ FC で2013年と2017年の NWSL 優勝と3つのプロチームでリーグ優勝を果たしている。 彼女はポートランド大学在籍時の2002年と2005年に国内大学ディビジョン1の優勝を果たした。2012年、彼女はカナダの年間最優秀アスリートとして、ルーマー首相をカナダの年間最優秀女性アスリートとして、ロビー・ローゼンフェルド賞を受賞した。2013年9月、シンクレアはカナダのウォーク・オブ・フェームに、 伝道入りして2017年6月にカナダ総督デイビッド・ロイド・ジョンストンからカナダ勲章を被災を授与された。1983年6月12日ブリティッシュ・コロンビア州バーナビーで生まれたシンクレアは4歳の時に u マイナス7のチームでサッカーを始めた。彼女の父ビル・シンクレアとおじ2名はいずれもカナダのアマチュアサッカーで優勝経験があり、 おじのブライアンとブルースはプロ選手としてもプレーしていた。父親のビルはブリティッシュコロンビア大学及びパシフィックコースとサッカーリーグでプレーしていた。クリスティン・シンクレアは幼少の頃にバスケットボールや野球もしていた。バーナビーの少年野球リーグでプレーすると彼女は地元の11歳以下オールスターチームの2類種になった。シンクレアは11歳の時に ブリティッシュコロンビア州の U-14 女子、オールスターサッカーチームに選出され、バーナビー女子、サッカークラブを6度のリーグ優勝、5度の州地区優勝、2度の全国大会トップ5に導いた。彼女はバーナビーサウス中学校に通い、同サッカーチームを3度のリーグ優勝に導いた。15歳の時、彼女はポートランドで開催された1999フィファ女子、 ワールドカップの試合に参加した。彼女はカナダの U-18 代表チームでプレーした後、16歳の時に2000年のアルガルベカップで正代表としてデビューし、3ゴールで同大会の得点王になった。2001年、シンクレアはポートランド大学に入学すると、すでに卓越していたサッカー分野で、たちまち衝撃を与えた。彼女は、 シーズン1年目で23ゴール8アシストを記録し、これは NCWA ディビジョン1に出場した1年生の中でトップだった。彼女はサッカーアメリカ市のほぼ総意で年間最優秀新人選手に選ばれた。そのプログラムに参加するとクライブが私のことを若い選手でもチームのリーダーだとみなしました。彼は新人選手である私に多くのことを期待していました。 私は若くして世界を飛び回る代表チームに入りました。私にとって非常にスムーズな昇格で小さな学校だという事実が本当に私を助けてくれました。もっと大きな他の学校にいたら自分は迷子になっていたと思います。クリスティ・シンクレア2002年のパイロッツでの2年目シーズン中、シンクレアはディビジョン1で26ゴールをもたらした。 カンファレンスのライバルであるサンタクララ大学と対戦した全国選手権決勝試合で彼女は2ゴールを決め2番目のゴールはパイロッツが全国選手権で優勝する決め手となったゴールデンゴールだったシンクレアは3団体から年間最優秀選手賞を獲得しハーマントロフィーの最終候補者となったウエストコーストカンファレンスの年間最優秀選手に指名され 2年連続で全米の名誉を獲得した。カナダ代表チームとアメリカ大学サッカーでの成功をきっかけに、彼女はグローブメール氏から同年のカナダ国内スポーツで最も影響力ある25人の一人に指名された。シンクレアは2003フィファ女子ワールドカップでカナダ代表としてプレーするために2003年シーズンに赤シャツを選択した。 2004年に彼女はポートランド大学に戻りパイロッツで22ゴールを決めた。シーズンを終えると彼女はウエストコーストカンファレンスの年間最優秀選手に指名され全米の栄誉を受けてハーマントロフィーを受賞した。シンクレアのポートランドでの最終学年時に彼女はディビジョン1史上最高の39ゴールという得点記録を樹立した。 彼女はタイトル試合にゴールを挙げる4から0で大学でのキャリアを締めくくった。また彼女の打ち立てた NCWA トーナメントでの合計25ゴールというこのパフォーマンスも記録となった。彼女は今回もウエストコーストカンファレンス年間最優秀選手に指名され同カンファレンスで3度表彰された史上2人目の選手となった。シンクレアは 生命科学を平均グレード3.75で卒業した後、ESPN ザ・マガジン氏から全米アカデミック年間最優秀選手賞に選ばれた。彼女は MAC ・ハーマントロフィーを受賞し、連続受賞を成し遂げた4人目の選手となった。彼女の記録的シーズンの結果として、シンクレアはその年の女子大生アスリートとして、ホンダ・ブロデリックカップの獲得も続いた。 彼女はミアハムやシンディドーズに続いてこの賞を獲得した3番目のサッカー選手となった。シンクレアは94試合に出場し1 1 5オール32アシストで大学でのキャリアを終えた。FC ゴールドプライドが2010年 WBC リーグで優勝した時の様子。シンクレアは、右奥シンクレアはアメリカ女子。 プロサッカー創設シーズンに向けた2008年 WPS 国際ドラフトの8巡目で FC ゴールドプライドに指名された。彼女はチーム最多となる6ゴールを挙げたが FC ゴールドプライドは2009年度レギュラーシーズンで最下位に終わった。2010年シーズンに備えて FC ゴールドプライドはブラジル代表のマルタ、フランス代表カミーユ・ユアビーリー。 アメリカ代表チームでディフェンダー兼ミッドフィルダーのシャノンボックスを補充するなど選手登録簿をいくつか変更した2009年 WPS 王者のスカイブルー FC と対戦した2010年シーズンのホーム開幕試合でシンクレアは2回得点してチームを3から1の勝利に導いた彼女は2チームのフィラデルフィアインディペンデンスを相手に2コールを決めた後 シーズン14周目で、週刊 WPS 優秀選手に選ばれた。チームは、同シーズンを支配し、シンクレア、マルタ、ケリー・オハラのゴールで、フィラデルフィア・インディペンデンスを4から1で破り、レギュラーシーズンを首位で終えた。レギュラーシーズン王者として、FC ゴールドプライドは、チャンピオンシッププレイオフゲームへの直接ルートを獲得し、フィラデルフィア・インディペンデンスと対決した。 シンクレアはこの試合でゴールを挙げて、4から0での FC ゴールドプライド勝利を呼び、WPS リーグ王者の獲得に貢献した。素晴らしい成績を残したシーズンにもかかわらず、同クラブはリーグの準備資金要件を満たせなかったため、2010年11月16日に運営停止となった。私には、クリスティーン・シンクレアを十分に称賛し尽くせません。彼女はまさに、 ワールドクラスのサッカー選手です。彼女が今年の我々に与えてくれたもの、それこそ彼女はすべてをもたらしてくれたのです。アーラン・ラインズ、ウエスタン、ニューヨーク・フラッシュのヘッドコーチ2010年12月10日、ウエスタン・ニューヨーク・フラッシュは2011年シーズンにカナダ代表ストライカーである彼女との契約に至ったと発表した。シンクレアは10ゴール8アシストでクラブを引っ張り、 同チームをレギュラーシーズンの王者に導いた。2011年8月27日、フラッシュがロチェスターで優勝した後、シンクレアは2 0 1 1 w p s チャンピオンシップ決勝の MVP に選出された。64分のシンクレアのゴールが、フラッシュに1から0でフィラデルフィアを一時リードした。試合が PK 戦突入を余儀なくされた時、シンクレアは歩み出て、 フラッシュ側は2番目の選手を務め、最終的には5人全員の審議がゴールを決めた。ポートランドソーンズの同僚と共に移るシンクレア。2013年5月2013年1月11日、ナショナルウィメンズサッカーリーグ創設シーズンにシンクレアは、NWSL 選手割り当て制度を通じて、ポートランドソーンズ FC でプレーすることが発表された。チームキャプテンとしてプレーし、 2013年シーズンには20試合に出場8ゴールを挙げてアレックス・モーガンと共にチーム内の得点王になった。シンクレアは2ゴール1アシストを決め4月のリーグ月間優秀選手に指名された。レギュラーシーズンを3位で終え、ソーンズ FC はプレーオフに進出2位のチーム FC カンザスシティを延長の末3の2で破った。レギュラーシーズン王者で フルスノウエスタンニューヨークフラッシュを相手にした決勝戦でシンクレアはフラッシュを2から0で打ち破る最後のゴールを決めた。2017年シーズン彼女はレギュラーシーズン中に8ゴールを決めてソーンズを引っ張りチームは2位で終了。プレーオフでも彼女はゴールを決めてこれは NWSL 決勝でチーム2度目の王者になる途中のことだが彼女は NWSL プレイオフゴール数の大記録に並んだ。シンクレアはカナダの U-18 代表チームでプレーした後、16歳で2000年のアルガルベカップに聖代表チームでデビューし、3ゴールで同大会の得点王になった。彼女は2002年コンカカーフ女子ゴールドカップでカナダの7ゴールを決め、チーム仲間のシャーメイン。 フーパーやポートランドで同僚の米国代表ティフェニー、ミルブレットと共に同大会の得点王隊に並んだ。同年、彼女は初開催の FIF フフをマイナス19女子世界選手権でカナダ代表になった。同大会で達成した彼女の記録的な10ゴールはカナダの準優勝に貢献し、大会得点王のゴールデンブーツと大会 MVP のゴールデンボールの双方を彼女が 獲得した。2017年6月現在、彼女は歴代代表ゴール数の記録で世界第2位にランクしている。2003フィーファー女子ワールドカップでシンクレアはカナダ代表として3ゴールを決め、同大会での過去最高順位となる4位で終わった。ドイツ相手のグループステージ最初の試合で彼女は4分で試合の最初のゴールを決めた。 ドイツは4得点を決め、カナダを4-1で破った。アルゼンチンを3-0で破った後、同チームは大会グループステージ最後の試合で日本と対戦。シンクレアやチームメイトのゴールでカナダは3-1で勝利し、グループで2位になり決勝トーナメントに進出した。カナダは準々決勝で中国と対戦し、7分にシャーメイン・フーパーが決めた。 唯一のゴールで1から0で勝利した。以前のワールドカップ大会で全く勝てずにいた。カナダの準決勝進出はチームにとって歴史的な変化だった。準決勝でカナダはスウェーデン2の1で敗れ、3位決定戦では米国と対戦して3から1で敗戦し、この大会で4位に終わった。シンクレアは38分にカナダのゴールを決めた。二千七 f i f a 女子。 ワールドカップでのグループステージ最初の試合で、カナダ代表チームは、ノルウェーと対戦して2から1で敗れた。グループステージ第2試合でガーナを相手にシンクレアは、チームの支柱として、得点を決め、カナダが4の0でかつて出すけとなった。オーストラリアを相手にした、グループステージ最終試合で、彼女はゴールを決めるも、結果は2から2で引き分けだった。カナダは、グループ3位に終わり、 決勝トーナメントに行けなかった。2007年8月30日、シンクレアは日本代表との親善試合で100回目の出場を果たした。2010年11月8日、シンクレアはコンカカーフ女子ゴールドカップ決勝戦でメキシコを相手に同試合の決勝ゴールを決めた。2011フィファ女子ワールドカップでシンクレアはドイツ代表と対戦した。 グループステージ最初の試合で82分にカナダチームの大会唯一のゴールを決めた。グループステージでカナダは対戦したドイツ、フランス、ナイジェリアの3試合すべてに敗れ、決勝トーナメントにはいけなかった。2012年ロンドンオリンピックでシンクレアは南アフリカ共和国相手に2ゴール、イギリス相手に1ゴール、米国相手に3ゴールを決めて、 オリンピックにおける女子サッカーの最多ゴール記録を破り、同競技のゴールデンブーツを獲得した。彼女は、米国代表チームと対戦した、準決勝で、ハットトリックを記録するも、延長戦突入で4から3と敗れた。カナダは審判、クリスティーナ・ペデルセンのアメリカ側に有利と思われる、笛吹きの判断に不満があった。この試合の結果をキックを踏まえに決定している、 トペデル戦の偏見を非難した試合後のコメントが原因でシンクレアは最終的に3500ドルの罰金を課され4試合の出場禁止となった。その後シンクレアは6ゴールで同大会の得点王となり2012年8月9日に1から0でフランスに勝利してサッカーカナダ女子代表チームを銅メダルに導いた。 チームキャプテンとしての素晴らしい行動や準決勝でのパフォーマンスから彼女は閉会式でカナダの騎士を務めることとなりエリザベス女王2世ダイヤモンドジュビリー勲章の栄誉も授与された2013年12月12日シンクレアは200回目の出場を果たしサンパウロでの2013国際女子サッカー大会でスコットランド鬼のゼロで暮らす147度目の 代表ゴールを決めた。自国カナダ開催の2015フィファ女子ワールドカップでグループステージ最初に中国と対戦したシンクレアは後半ドスタイム2分のペナルティキックでこの試合唯一のゴールを決めて1から0で勝利した。準々決勝ではイングランドを相手にシンクレアが42分に得点するもカナダは2-1で敗れた。フランス開催の2019フィファ女子 ワールドカップでシンクレアはオランダを相手に1ゴールを決めた。異なるワールドカップ5大会でゴールを決めたのはこれまでブラジル女子代表のマルタだけが達成していた記録である。ただしカナダはスウェーデンに0の1で敗れベスト16を決める試合で敗退した。シンクレアは3つのチームで4度のプロリーグチャンピオンを獲得した。具体的には FC ゴールドプライドで 2010WPS 王者、ウエスタンニューヨークフラッシュで 2011WPS 王者、ポートランドソーンズ FC で2013と2017の NWSL 王者である。彼女はポートランド大学パイロッツで2002年と2005年に全米大学選手権で2回優勝した。彼女は WPS の週間優秀選手に3回指名された。 2011年、彼女は WPS チャンピオンシップ決勝戦の MVP に選ばれた。カナダ代表チームで、彼女は2010年のコンカカーフ女子ゴールドカップ、2011年パンアメリカン競技大会で金メダル、2012年オリンピック大会で銅メダル、2016年オリンピック大会で銅メダルを獲得している。彼女は二千二年のフィファユマイナス十九 女子世界選手権においてカナダチームで銀メダルを獲得した。シンクレアは2012年夏季オリンピックの得点王だった。2002年、彼女は FIFAU-19 フフ女子世界選手権での得点王としてゴールデンブーツを最優秀選手としてゴールデンボールを授与された。カナダの年間最優秀選手には2000年、 2004年から2014年まで11年連続2016年2018年と合計14回選出され2005年2006年2007年2008年2010年2012年2016年と FIFA 年間最優秀選手賞には7回候補ノミネートされた2012年シンクレアはルーマー首相とボビー・ローゼンフェルド賞を受賞した 同年、彼女は、エリザベス女王2世、ダイヤモンドジュビリー勲章を受け取り、スポーツネットより、年間最優秀アスリートに指名された。2013年、彼女は、カナダのウォークオブフェームに、殿堂入りし、サイモン・フレーザー大学から、名誉学位を受け取った。2015年、シンクレアは、チーム同僚のカデーシャブ・キャナンと共に、カナダ主催の2015年女子、 ワールドカップを記念するカナダ郵便切手の肖像となった。2017年6月30日、彼女は民間人が受け取れる2番目に高い賞のカナダ勲章を被災に任命され、2018年1月24日に勲章授与式があった。この栄誉に彼女は私はカナダ人であることをとても非常に誇りに思っており、 出身地に誇りを抱いていますが、この性質で認められるというのは超現実的なことです。自分の身に起こっていることに関して自分は夢にさえ見ませんでした。私が夢見ていたのは、ワールドカップで優勝することやオリンピックの金メダル獲得で、それが私の仕事なのですが、自分の国に自分を認めてもらったことに対して、私は何と言ったらいいのかもわかりません。と語った。 カナダ史上最も偉大なサッカー選手で、史上屈指の女性サッカー選手の一人と広く見なされているシンクレアは、足が速く、肉体的にも強く、知的でオールラウンド型のフォワードであり、彼女のボールさばき、運動能力、テクニック、フィールドシ野アでも知られている。正確なシュートを決める人物で非常に実績の高い、ゴールゲッターの彼女は、パスの精度、 ゲーム展開の把握能力、他のミッドフィールダーとの連携、チームメイトのチャンス喪失などの理由から、ストライカーであるとともに中盤での攻撃型ゲーム、司令塔としてもプレイすることができる、万能型の運動量豊富な選手である。またシンクレアは、フリーキックやペナルティーキックを任されての得点も挙げている。さらに、彼女はメディアから、ビッグゲームプレイヤーとの異名をつけられた。 これは2012年オリンピック大会準決勝でアメリカを相手にハットトリックを決めたように母国の重要な試合でゴールを決める傾向があるためである。サッカーの才能に加えて彼女は自身の経歴におけるリーダーシップや守備的な仕事ぶりでも際立っている。2012年、シンクレアはザ・キャプテンという題名のデジタル短編ドキュメンタリーの中心人物だった。同年、 彼女はザ・ィファレンス・メーカーズ・ウィズ・立ッ戦のエピソードで特集された。2015年5月、彼女は TSN のドキュメンタリーライズで残りのカナダ代表チームと共に主役を務めた。2015年の夏、彼女はコカ・コーラの全国テレビ CM に出演した。シンクレアはザ・ウォルラス2013年6月号の表紙に掲載された。 彼女は2015年6月8日、版、スポーツネットマガジンに取り上げられた。彼女は、オッタはライフマガジン2015年5.6月号、フェイシスマガジン2015年12月号、カナディアンビジネス2016年8月号の表紙に掲載された。シンクレアは、EA スポーツ制作のビデオゲーム、FIFA16 のカナダ版に登場した。 ポートランドソーンズ FC チームメイトのアレックス・モーガンやステフ・キャトリーと共に、シンクレアは EA スポーツ制作のゲームの表紙に登場した最初の女性となった。2017年7月、シンクレアは多発性硬化症の全国的な啓発キャンペーンで A&W 社及び多発性硬化症、カナダ協会と提携した。ありがとうございます。